続いて札幌のスタジオから道内の気象情報をお伝えします。こちら今の札幌の様子です。今の札幌の気温は 9.1 度となっています。道内は不安定な天気となっています。午後は急な雷雨のところがありそうです。では各地の午後の天気、道央と道南です。これから夕方にかけて雨のところが多く、道南では雷雨となるところもあるでしょう。札幌も午後3時前後に通り雨がありそうです。最高気温は札幌で10度など4月上旬並みの肌寒さとなるでしょう。続いて太平洋側です。室蘭や苫小牧では午後3時ごろにかけて雨が降ったりやんだりとなるでしょう。浦河から東部の地域でも夕方から夜にかけては急に強い雨が降る可能性があります。気温も上がらず、峠や山間部は雪で積もるところもありそうです。道北とオホーツク海側です。晴れ間の出るところもありますが、滝川や富良野では午後3時ごろにかけて通り雨がありそうです。オホーツク海側では夜ににわか雨となるでしょう。気温は平年より低く、峠や山間部では雪のところもありそうです。変わって週間予報です。明日も不安定な天気で肌寒さが続くでしょう。木曜日にかけてぐずついた天気が続きますが、気温は日に日に高くなる見込みです。週末もすっきりしませんが、気温は20度前後まで上がるでしょう。来週は夏日のところもありそうです。